こんばんは。自転車の変速は8段中5、広瀬文也です。今日は、僕の好きな曲を弾いていきたいと思います。禁断ボーイズで延長交際。あの子を愛するためだけに僕は生まれてきたの。あの子を幸せにするためだけに僕は生まれてきたの。とても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 大好きで、とても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 切なくて、自転車の閉鎖を一番重くして商店街を駆け抜けていくんだ。だけど悲しい噂を聞いた。あの子がいらんだなんて嘘さ。僕の愛がどうか届きますように。世界が滅びてしまう。恋のメロディー抱きしめて、今夜だけこのままでいて。眠れない夜を優しく包む恋のメロディー抱きしめて、今夜だけこのままでいて。あの子はあの子かの誰かと延長交際。ブルガリ、グッチ、エルメス、ティファニー、プラダ、シャネル、カルティエ。僕が全部買ってあげるから、あ、世界が滅びてしまう。あらら、眠れない夜を優しく包む恋のメロディ、締めて今夜だけこのままでいて。眠れない夜を優しく包む恋のメロディー抱きしめて、今夜だけこのままでいて。眠れない夜を優しく包む恋のメロディー抱きしめて、今夜だけこのままでいて。どこかの誰かと炎上交際。禁断ボーイズで炎上交際でした。この曲は、全力で弾くのがいいと思います。疲れた。なんだろうな、もう本当に滑舌も気にしないで、もうよだれを垂らす勢いで弾く方がこの曲はかっこいいんじゃないかなと思います。そう、すごいすごい勢いがあって、レコードもガシャガシャで、なのにその眠れない夜を優しく包む恋のメロディーっていうところがもう本当に優しいんですよね。すごいこう起伏が柔らかくて、聞いて何度も聞いてたくなるようなメロディー、サビのメロディーで、しかも落ちサビにちょっと変わるんですよ。眠れない夜を優しく包む恋のメロディー。ここがこの曲の一番いいところなので、ピークをここに持ってくるように、弾いてみると曲の中でもメリハリがあっていいんじゃないかと思います。やっぱりなんかね、何かでライブをするとか、高校のライブとかでね、選曲する時とかにしっとり系をね、いっぱいやるのもいいし、早い曲をいっぱいやるのもいいと思うんですけど、ゆっくりな曲をやって、早い曲をやってみたいな、こう緩急をつけると虜にさせることができると思うので、ギターを弾いてる人はぜひそのね、曲のテンポも気にして選曲してみるといいんじゃないでしょうか。よかったらカバーしてみてください。禁断ボーイズの延長交際でした。それではまた明日、さよなら、バイバイ。